富坂の鉄腹チアリラジオのたくさんフェドモンニューリーマサーということで本日は開発部セレクション王決定戦デイツー昨日発売でございます、ね、はいということでこちらね開発部セレクションデッキ冷やみじゃおもんと水やみしでハンです。めちゃめちゃすごいデッキ出ました出ました、うん、もうこのままでねすぐバチバチに戦えちゃうすごいデッキなんですけれども、はいはいはい、今回はこのデッキにねこれ2つ4年七軸ガジラボと世界道ヒラスターっていうの、うん、今年の頭に出ました、はい、開発するデッキ加えましてこの4つのデッキでどれが一番強いんだいと、はいはいはい、いうトーナメントやっております。なるほどね。受かった人がセレクション王ですね。セレクション王と、はい、というわけで1日目の様子はねもう上がっておりますが、うん、勝ったのがはい、はい、僕が使ってるこちらですね。ヒヤミジャオン。そして、うん、僕が使ってるから意外にも結構熱戦を繰り広げまして、はい、その結果こう抜けてきて、はい、でこう決勝戦やるんですけども、うん、その前に3位決定戦として、はい、サクさんの光水引きラスター、そしてムーちゃんの水やみしてハンですと、はい、この対決を、ね、やっていきたいと思います、はい、どうですか自信のほどは。あ、じゃあムーちゃんから。はい、いやもうさすがにここで勝たないとねちょっとかっこ悪いんで、うん、勝ちます。まあそうだね、うプロモーション上もね、うん、すごいな、すごい圧のかけ方するなそれを背負ってる。それに対して、はい、サクさん、はい、僕3位決定戦ってことはドベ決定戦なので、あ、まあ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 、頑張ります頑張ります、はい、そうだね、プロモーションなんてぶっ壊せと。はい、どっちだ、今ふっちゃり2人いたよねこうやって喋ってたのはい、ということで、はい、早速対戦の方いきたいと思います。いくぞーやー。はい、ということで対戦準備ができました。はい、ということでそれでは先行後攻決めるじゃんけんからいきましょう。いくぞ、はい、最初はグーじゃんけんぽい。おー、よろしくの先行です。はい、そしていくぞー、ブーバースタート。ってことでってことでね、これもなかなかガッチガチ対決というか、これかなりすごいこういい勝負なんですか。なりそうね、このがっぷり押すというか。そうだね、まあそれこそサクさん側は手札補充もあるし、そうネクサルに対して、まあ、ハンデス側は手札を破壊していく戦法もあれば、ね、そうサクさんの方がただね、あのテスタロッサとか入ってるんですよ、うん、だ結構要はあの朝までラジオとか、はいはい、あのパラドキシカルファクトリーみたいなアドバンテッドの動きを止めるか何枚かあるんで、そうだね、その辺がこうどう刺さるかみたいなね、うん、ところありますね。ムーちゃんはそれをいかに避けていくかみたいなところもありますね。やっぱアドバンテージの取り合いでいったらやっぱムーちゃんできるのがね、当然部があるんで、まあドロー操作あると言っても一時的なもの、そう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 、まあ、攻めるのにためのドローって感じなんで、うん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 、いやいいか、もったいピクセル、もったいピクセルチャージ足りないのかな。まあどれか埋めなきゃいけないですからね。そうそう、あー強いね。まあこういうその強いデッキあるあるなんだけど、埋めるカードがないみたいなね。まあね、どれも強いなこれみたいな、どれも刺さっちゃうなみたいな取捨選択が難しくなってきますよね。あの埋めたもん、ま、間違えたら負けちゃうなみたいなのもあるからね。まあ電話で難しいところですからね、はい、マナーチャージってね一番基本的な動作であり一番考えるところ、ね、アープローチャージアープルマープルあんま効かないですもんね。そう、逆に言うとね、こっちの水やみしなんですにはね、キラスターにダイレクト育てるメタクリ入ってないんで、多分。そうですね、まあ、マガツカゼがそのイザナギテラスイザナギに育たるかなって育たるかなぐらいですかね、うん、あー、そんな打点、まあまあまあ、悪から悪から、まあまあ、そうですね、こいつ打点って言いながら打点いや、なんか染まってきたなって感じ。いやいやいや、やめなさい、別にいいじゃない、打点。そうだけど、うん、そうだけどね、打点として使う。いや、これ大事なプレーですから、殴り返し要因とかね。だって今、ムーちゃんがこうアプリ出しながら打点っていうあのテロップが出たってことでしょ。いやいや、いいんでいいんだよ、うん、合ってるもんですかね。オレンジ色で打点って打点って言いますから分かんない、ポールンかもしれないからね。あ、確かに。じゃあ違うわ、じゃあ間違う、それ違う方に染まってる、それ打点を違う、急に打点で言うから食いちゃう。あー、そっか、まだどっちのテロップ出てるか分かんないよ。月光国の人かなってなっちゃう。いやこれはちょっと、あここトリプルスリーがない。3ターン目が惜しかったなぁ。おっとムーちゃんとしてここでね、デッドダウンとかの、ね、ジリコンとかのリソースつける感じ出していきたいですね。そうですね、なんかその大展開クラブじゃない。あー、埋めたくない、デッドダウン。わー強い。まあでもここね、あるんですよ、でこれデッドダウンデッキあるあるで、うん、あるある、このカードを埋めてデッドダウン出すのかどうかも。いや、そうなんだよね、結局デッドダウンが一番強いんだよなみたいなね。言ってもやっぱいわゆる色拘束ですね、うん、この文明必要ではあるんで、ね、強いカードですけど3ターン目に出そうとするとどうしても3ターン目に出そう、水やみ自然のね、3つ1つから。デザダム使ったデッキ毎回組もうとしてるんだけどさ、うん、びっくりしちゃって俺全然計算できないんだよね。確かに確かに、影世界の仕組みが出せるじゃん。で、終了です、うん、はい、ダークネス落としますよ。うわちょっと待ってよ、我々が一枚じゃん、とぼけたこと言ってる間にあのカード嫌だよ。テスタラスターね、処理できるようになりましたね。そうですね、ちょっと言ってかもう本当にラグなく処理できますよ、うん、あれ。はい、まあそう、あと早めに攻めていくみたいなの、文明が若干偏ってる。そんなな、イザナギ、あ、イザナギ
こからねトリプルスリー打つのがやっぱ一番、まあそうね、光道キラカーズデフションデッキのいい動き、うんうんうん、ケラスターも結構時代とともにいろんな形があったじゃないですか。そうだね、これちょうどそれこそいわゆる緊急最短型みたいな流行った時、はいはいはい、多分出たデッキだったので、うん、結構今3位以下の呪文割と打つ構成になってるんですよ。そうですね、まあはい、まあまあトリプルスリー打つのがまあ強い動きですし、うんはい、他にもまあね、あのそれこそこの時も入ってますファイヤーとかもありますしね、ありますあります、あの3コストのね自分のとこいっぱいありますよね、はい、で改造でね緊急サイト入れたりいい感じですね。緊急サイト確かねリューキングマックスとかでね、はい、ありましたからね、去年のマックスリューキングマックスやりましたで、はい、うわー強い、まあ、この動きが強い、うわうん、まあね、これ矢崎さん満足、ね、ドロー見てたんだけどね、これ大満足ドロー、大満足ドロー、めちゃくちゃ嬉しいドローだねこれ、はい、まあこっち出てたもんね、3ドローみたいなもんですから、まあそうだね、実際ね、まあダークネス落としてるしね、まあ一応ダークネス出てストロスは割れるとダメだって、ピンピンとはできるけど、まあただそれやっちゃうと、まあほぼほぼそれだけで動きが終わっちゃう、あ、生まれ変わりましたね、ただテスタロッサだとがいるとパラドキシカルとか朝まででハンデスすることはできないと、5マナで、マナで、うん、墓地からダークネス、ークネスで、はい、マイナス4000を2回、はいはい、まあそうだね、先に処理しておいて、ね、でってことですね、手堅い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 、よし、あ、でも手札は残ったんで、おお。ほう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 、これでこちらもねテスタロスいなくなりました、ね、キウキですね、これは良きですね、良き良きだよね、これでこれでこれだから、良きなんですね、こんな俺見てるか見てないけど、いやこれは埋めずに、埋めずに、いや一番強いよ、4マナエボルピアは、はいはいはい、1枚引いて、もう上からテキラスター出た時に1枚引いて、これがどんぐらいあるからね、どのぐらいあるからね、でリリアング出します、おリリアング出た時に、パーフェクトを唱えて、うん、ですね、手札から出すのと自分のクリーチャー一体選んで、アタックの後にうわ強えをキラスターから選択します、あで出す方か、で出すのとキラスターにはまずまず出そうだね、カレンうわでカレンアンタップする、はい、うわ2回攻撃増やすさあ、これスピードアップになりましたね、うん、それではうわ、大変、もう行ってしまわないと大変なので、じゃあキラスターでシールドアタックするときに1枚引いて、わブランドマックス、うわわわわわわ2点、何回アタックする気だ、ガードストライク欲しいね、これ欲しいね、うわぁおぉキラスターがアンタップ、アンタップ、え、大変なことになってますよ、これでアタックして、キラスターにもう一回アタックするときに1枚、あららららららら、あーあなんとか、まあ、かミクセルを、あーまあ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 、大きい、じゃあ2点、なんかあんのかこれ、ガールストライクとかないと、あっ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 、一応ガールストライクと、こここれエラードンの、そうやるしかないね、これは強いね、やるしかない、やっぱりエチツの石はこれカレンやんないと、カレンやんないと横がね殴ってきちゃうもんね、うん、スピードダッサついちゃうから、カレンを封印で、ガードストライクで、ガードストライクにはブランドマックスが一応ね S マックスだから姿が出てくるんで、効果で、はい、ブランドマックス、はいはいはい、一応なんとか、そうね、これでリリアン・ゴー・ミクセルも紹介をしてると、うん、じゃあターン、ミスター、いやー強いよー、あっぶね、あっぶね、ここはブロックできない、アブクで言います。ガラスライクは攻撃止めるだけなんで。あ、そこ。一応だキラスターの効果で、はい、ブロッカーブロッカーブロッカー。さあこっからなんとかできるのか。まあやはりあれがあれば、デッドダムがあれば。デッドダムがあればなんとかできる。デッドダムがあればなんとかできます。そうか。お、生きてるじゃん。なるほど。三マナ。で、まあ、まずはデッドダム。ああいいですね。デッドデッド。まあこっからラジオとか打てれば。夢が、あ、そうだね、夢が広がリングです、広がリング、広がリングですよ、これは、うん、アンタップイン、アンタップイン、まあ、まずはデッドダムとかあるかどうかも大事ですけどね、そうですね、でも、そのまま、あー、いいですね、あー、いや、すごい、デッドダムラジオ、デッドダムからラジオ、これで、デッドダムのとこあると結構熱いないんだ、はい、あ、でも結構強い、あ、強い、はい、いいですね、いい感じ、
こいつすごいねやっぱね。これすごい繋がる。これでブーストすると8です。8になってて。ミクセルは。ミクセルは。ミクセルは完成。なるほど。確かにすごいな。ここまでブーストしちゃった。はいはい。でジェリコの方が。コンで2枚引いて。はい。あー天才天才天才デュドダムだけにおー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 天才天才とはいグラドンですけどパペラムスとりあえずキラスターキラスターに向かっていくときに何枚あるか金略 1なるほど1でもう受かったので相手のクリーチャーを1体どっちか何秒にはい、で、ナノマックスを墓地にするかな。ナノマックスを墓地、うん、で、アタックいっている。ってなると、エリアングでブロックして、エリアングエスケープで。はい、はい、終了で。おーアンタップ。打点がフェリオスがあるからですね。一応、まあ、キラスターとあれなんで、まあ、なんかあれ、1枚あれば、まだ、まだ耐えてる。でおまあなあキラスター2体目は結構強いぞ出た時に1枚引いて出せるのは出せるのってこっちにしようかなあらら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 来た出た時に2枚引いて1枚、はい、であしかもこれ封印外れますよコマンドでえぇ、キングコマンドでございますよコマンドあーこれはまずいこれは強い2枚これは最適解かこれはまずいかわこれ、ま、めっちゃいい感じかもしれないめっちゃいい感じめっちゃいい感じ、じゃあ、うわーちょっと待ってうわ全部欲しいめっちゃいい感じすぎて、すねくらい痩せてくださいこれがいらないかじゃあグラス捨てます、はい、したら、これでじゃあまずキラスターで、うん、かシールドいくしかないのでシールドにアタックするときに1枚引いて引いてじゃあピアングを出しますおで呪文を変えるので、はいはいはい、トリプルスリーをようやくしたもん3はいはいはいでダブルブレイクいきたいですけどどうしますかと、いけますはい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 あーあーないしたらキラスターこっちのキラスターにアタックするときにうわ打点めっちゃ増えとるすごいでシャップで3あーブロックもさせないおーいそのまま誰作か通りますあーありがとう確かにやったーいや無駄もないそうですよね惜しかったそうですねなかなかデッドダウンで見えるの遅かったっすね、そう結構掘りに行かないといけなかったからね最後のあの朝までラジオで2枚下に行ってしまったあーそうなんだそうなんだこれは残念全部欲しいあるある全部欲しかったらちょっと強欲かもしれないいやーでもナイスファイトですはいナイスファイトじゃあ次は、はい、続いて決勝戦ひやみ蛇王門 VS七軸カチロはいやっていきたいと思いますいくぞいやはいということで決勝戦あガチロボなガチロボガチロボということで決勝戦は、はい、私、はい、七軸カチロでございますねはいはいはい、はい、に対しましてデッキすごいあのデッキ出そうと思ったはいはい対しましてお互いどっから出してんのお互いサクサク出してくれたはい、七軸カチロしてこちらですね、ひやみちゃんをはい、うん、昨日発売ですはい、結構前に先にむーちゃんが使ってましたこれはね、中に入ってますからねこれはい、そう入っておりますねイカシデッキですはい、イカシデッキですございますそちらもぜひくださいはいじゃあ、はい、勝ちますはいもうプロポーションとか関係ないと思いますいやいやいや、あんたが一番関係してくださいいや関係ないです私関係ないんであそりゃ、早速じゃんけん勝ちましょうぞ最初はグー、じゃんけんぽいあいこでしょあいこでしょあ、先行あーあーあープロポーションコース先行やばいあーオッケーオッケー、行きましょう、行くぞではスタートあーよし何の叫び怖いやめてくれちょっと待ってめっちゃスマッポン手札いっためちゃくちゃ先手欲しかった軍曹の亡霊亡霊やめてよドローします亡霊来てるバクロ欲しいまあ、あ、いや穴がちエクスチャーしたし穴がちの穴がちですよこれまあ、よく言えば前のターン力パラソンドローちょっと待って三兄弟スマホ三兄弟まさかマナチャージには困らないぜいやこれ待てよいやさすがにこっちかさすがにこっちか
はいはい、そのデッキのね、デッキリスト後に入ってるんだ、オキオムシャラップ、はいはいはい、で、さあ一応じゃあこれ終わりですね、まあ、長さ座りました、膝をちゃった、いったどうします、このデッキ、次のターンには墓地を増やさないとみたいな、なるほどね、はい、じゃあマナチャージいけ、エイセクザトリッパー、いいでしょ、でおーおーおー、ひどんで、おー、黄色か、あー、いい、ね、別にいいわ別にいいんだよな、おすごいすごいすごい、リアクションすごい、ああえどうよどういうリアクション、まあ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 、いやーゴブスターかオーリンチャージャー、いやー先手惜しかった、ガチブラシガチンコジャッシュ6、あぶねえ、いや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 、ちょっともう行っちゃった、いや分かんないけど手段あるんじゃない、どうしたどうした、でチャージタップイン終わりです、あんた行きます次まだ7マナまで到達しないですけど大丈夫ですか、これ埋めたくねえこれ、いいだろ、じゃあじゃあ埋めないでいいよ、埋める、ああ埋める、ああ、永続ザトリフ、ああいけー、いやーガチのマナがこんな一瞬、おお最強、うわあ、ありがとうございました、タッチ量、まあまあまあタップイン継続なんですけど、タップイン継続じゃん、いやさすがにそろそろ引いてくれ、すーこれはもう、もうあれなんですよ、加速していきましょう、まあね、5、1、5、5、1、5、後、後、アイドアイシャッター起きない、こういう地味なカードめっちゃ使ってるのが終わりです、アンタップします、これで一旦稼いで、実質、エクサドルカゴじゃない、手札、手札、心もとらすぎるんだけど、何この人たち、人たち、心もと、心もと、いけ、マクロシー、来るな、これで鬼タイム、来るな、このタイム何ですか、来るな、本当だ、でもこれ起きないんだ、ほらアイドバイスシャッター、楽しみよ、いいのかい、いかないよ、いいのかい、いかないよ、ちょっと待って、ちょっと待って、こっこ、いやーマジ神、神、つまりゴッド、ゴッド、ちょっとマップの3枚チャンスか、もういいよこれ、やめてください、いきますよ、やめてください、待って、水マナ、いけない、水マナがない、やー水マナがないじゃん、え、奇跡の、うわい、ワッツアップ、ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、水マナ、ちょっと将来のため難しい、将来のため難しい、水マナ、え、マジでワッツアップ、水マナ、ミスったっていうか、でもそうだ、水マナ引いてなかった、引いてなかったんだね、これミスってないから、ね、普通にこれ埋めなきゃいけなかったのか、いや、これミスったな、ミスった、これミスってたけど、いや、まだまだまだターンエンド、アンタップ、いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、これありますから、この出来には、あの1枚のカードが、これ持ってれば大丈夫なんです。そうか、いや水物がないのちょっと見落としてたな。安すぎる。トリッパーに気を取られて水物チャージです。忘れていた。くそ。いやこれもでもやるしかないね。いや来ないね。そのたけし。たけしね。ここはルーティアを、まあそっちの墓地かな。これってシャッフルしたっけ？シャッフルして好きな枚数選ばれた方順、好きな順序で山札の順序。好きな順序です。まあまあ別に何でもいいよ。で、じゃあ下に絶対一緒します。まあ3はいないんで、はい、うん、今な韓国にいる、はいはい、なるほど、じゃあトリッパー、トリッパーからシールを入れて、おー、なるほど、って言った時に侵略宣言、じゃあ禁断の豪速ブラックゾーン、いいんですか、それだけで、それだけでいいですか、トリプルレカで、いいですか、じゃあ暴露防止がアタックできないね、確認、うん、まあいいよ、いい、トリプルレク、何どっち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 、なんもないないよ、なんもないじゃん、では爆露しでダイレクトアタックいくときに、おジャオモン、そしてジャオガオガ、ああ、ジャオモン好きなだけやりなさいよ、4枚好きなだけやりなさいよ、2、あー好きなだけ、あーめちゃくちゃ強い、ああ好きなだけやりなさいよ、じゃあ額ぶち1も出します、うん、好きなだけやりなさいよ、いや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 、で、でジャオ、でジャオガオが出ます、はい、で、角縁リッチも、うん、すらげなさい、じゃあ、キャッキのジャオンとジャドクマルを回収してダイレクトアタックどうですか、ないです、やったー、水マナか、水マナか、というわけで、セレクション終わっちゃり、やったー、闇ジャオンもですね、あぶねー、いやー、ミスったスマッポン見たら、グムスマの顔が3つ出てきても全部マナチャージしなきゃと思っちゃった今、いやまあそうですね、惑わされました、惑わされてしまいました、いやでもそうか、でもトリッパーをね、対面した時のね、レッドが足りなかったですね、これは、いやトリッパー強いね、いや強かった、でも結局でも押し切られたと思う、この感じだったら、まあまあ、もしかしたら出てるね、
いや強かった、トリッパー強いね、強かった。まあガチの子にとってやっぱね村っ気があるとこ出ちゃいました。まあそうですね、はい、はい、ということで、はい、優勝しましたけども、うん、いや強いね。じゃあ優勝者からお言葉、優勝、優勝者からの、いやー俺極みのジャオーモンって初めて使ったんですよ、うん。あ、そうなの、意外と使ってなかった。そうそう、あの見るのは好きなんですけど、うん、見てるのは好きだったし、使ってみたいなと思ってたんだけど、うん、特にこの額縁一文が出た時とか、はいはい、すごい注目度だったから、うん、ものすごく使ってみたかったんだけど、うん、結局まだ触ったことなくて、はいはいはい、で今回初めて使ったんだけど、うん、まあすごく多分選択肢はあるデッキだし、うん、すごく多分連動も出るデッキなんだけど、はい、練習しがいね、それはそれとして俺みたいに今初めて回した人間でも、うん、バッとうまく使え、うまくっていうか強く使えるから、気持ちよくね、気持ちよく使えるから、気持ちがいい、気持ちがいい、この日気持ちがいい、はい、おすすめでございます。はい、セレクションありがとうございました。はい、同時に水谷してなんですもんね、こっちはめちゃくちゃいいデッキ、いやそう、うん、楽しいデッキなんで。むいちゃんどうでした使ってみて。いやめっちゃ、ほんとこっちもめっちゃ選択肢がいっぱいあって、うん、その相手によってとか、その、うん、ちょっとしたプレイのあれとかで、はい、すごい強くなれると思うので、うん、ぜひ皆さんにもね使ってほしいですね。はい、あとこっちだから難しいかもね、難しいと、ね、うんうん、逆に言うとやり込みがやり込み内蔵の余地もたくさんあるべきなんで、うんうん、はい、こっちもねぜひね手に入れて使ってみてくれると嬉しいでーす、いただければと思います、はい、ということで、今度動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバーイ、昨日発売。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらデュエチューブ T シャツ、デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、デュエチューブスポーツタオル、こちら思ってたより大きいです。大きいです、バスタオルくらいにも使えそうです。はい、デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれジュエマカラーです。そしてこちらデュエチューブプレマット、はい、はい、こちらですね、沖杉先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。可愛 い、そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちら、じゃん、デュエチューブスリーブ、こちら64枚入りになっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちら、じゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちら、デュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということでデュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。